これから宇宙につながる誘導瞑想を行っていきます。宇宙は一つではありません。自分がしっくりくる宇宙のイメージで結構です。イメージが思い浮かばないという人もいると思いますが、何も見えなくても大丈夫です。ゆったりとリラックスできる感覚こそが大事なので、細かいことにとらわれずにどうぞこの時間を楽しんでください。それでは始めていきましょう。体を楽にして目を閉じてください。まずはじめは体と心のチューニングから行っていきます。深呼吸から始めましょう。まずはスーッとできるだけ長く息を吐き切ってください。息を吐いていくとお腹はぐっとへこんでいきます。完全に吐き切ったら今度は鼻から大きく息を吸い込みながらお腹を膨らませましょう。目いっぱいお腹が膨らんだらまた静かにゆっくり息を吐きながら呼吸を繰り返します。体の内側から美しいエネルギーがあふれ出るのを感じましょう。体の中心から手の先、足の裏、頭頂部へとまるで光のシャワーのように流れ出ていきます。自動的に流れ出た光は循環してまた体の内側に戻っていきます。呼吸のリズムに合わせてきらめく光を回していきましょう。体の内側から外へ、外からまた体の中心へ、光を循環していくたびにキラ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 、クリアになって輝きはどんどん増していきます。あなたは今光の噴水のようにきらめいています。不安な心も怒りも悲しみも肉体の痛みも全ては何かを伝えたいために起きています。ダメなものという捉え方をしないで、何を伝えようとしているのか意識を傾けてあげてください。ずっと聞いてあげられなくてごめんね、メッセージを送ってくれてありがとう、何を伝えているのか今はまだはっきりとはわからないけど、これからは耳を傾けていくね、そう言って心にも肉体にも感謝の光を送りましょう。体の内側から外へ、外側から体の中へ、光を回し続けます。これから素晴らしい宇宙への旅に向かいましょう。今から数を3つ数えると、長い間あなたを否定してぎゅっと押さえつけていた重たい重りは外されていきます。いきますよ。3、2、1。はい、重りは外されました。あなたの意識は解放され、どんどん拡張していきます。どこまでも拡張していきます。あなたはもう自由です。誰であるとか何であるということはどうでもよくなっていきます。深い癒しが起こり始めています。微細に揺れる光となってあなたは今存在しています。重力ももう感じません。どこまでも飛んでいける軽い自分を感じています。光の振動数はどんどん速くなっていきます。ぐーんと行けるところまで飛んできましょう。壮大な宇宙へようこそ。仲間であるきらめきがあちらこちらに輝きを放って祝福してくれています。あちこちに今まで見たこともないほどの美しい光の柱が立っています。宇宙全体まるで輝く壮大な光のパレードのようです。よく見ると光の柱はそれぞれの星々とみんなつながっています。すべてネットワークで情報のやり取りをしているのです。言葉は必要ありません。ここでは語らなくてもすべてはテレパシーですぐに通じ合います。行きたいところがあればイメージするだけで瞬時に行けます。会いたい人がいれば会えると強く思えばすぐ目の前に現れます。締め付けられていた古い価値観から解放され、あなたはどこまでも自由でいられます。とめどない安心感に包まれながら、ありのままの自分でいられる喜びを感じましょう。行きたいところに行って、会いたい人に会って、気になる星を訪れてみたり、魂のルーツを探しに行くのもいいでしょう。なぜあなたが今回地球に生まれたのか、その理由がわかるかもしれません。後ほど声をかけますので、それまでの間しばらくどうぞこのきらめく宇宙時間を好きなように楽しんでください。それではどうぞごゆっくり。そろそろ目覚める時間が来ました。あなたがまたここに来たいときはいつでも帰ることができます。宇宙の源に感謝を告げ、戻りましょう。これから5つ数を数えていきます。数を数えるたびに、あなたの意識ははっきりしていきます。いきますよ。1、2、3、4、5。はい、大きな伸びをしてゆっくりと目を開けてください。お疲れ様でした。